はい、皆さんこんにちは、だけチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、見てください、かっこいい車が来てます。レクサスの IS ですね。こちらに TRD と書いてありますが、このデモカーちょっと持ってきていただきました。ちょっと一緒に仕事させていただきました、トヨタカスタマイジング&デベロップメントの家高さんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日一日本当ありがとうございます。はい、ちょっとセブとはですね、トヨタカスタマイジング&デベロップメントさんは TRD の商品でちょっとコラボをさせていただいてまして、その兼ね合いで今年のですね、次のカタログの撮影でちょっと今日いろいろと一緒に、はい、結局半日かかっちゃいましたね。そうですね。暑い中本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。で、今日車乗ってきていただいてるのこれ IS なんですけど、はい、せっかくなんで、はい、おすすめのパーツがあれば、はいはい、じゃあちょっと見ていきましょう。はい、はい、ちょっと全体を一回、はい、全体、はい、全体、全体、カメラが難しいですこれ、はい、こんな感じですか。はい、こんな感じ、はい、まあ今フロントとかいろいろついてて、はい、あとまあサイド、リアとマフラー、はい、あとミラーカバーっていうのがついてるんですけど、はい、まあ、一番ちょっとご紹介したいのはホイールですね。はい、はい、ホイール、ホイール全部ついてますけど、かっこいいですけど、ホイールがですね、ホイール、はい、ホイールがこんなかっこいいですね。これが20インチの単造アルミホイールになります。単造アルミ、はい、これはすごい。単造、はい、単造です。めちゃくちゃかっこいいですね。デザインも確かにかっこいいです、ね、いろいろと合成とかもちゃんと考えられて作られてるので、これはでも、はい、まあもちろん単造なんでね、はい、値段もお高いと思うんですけど、でもレクサスの方やつはやっぱつけたいですよね。はい、やっぱりおすすめということで、はい、家高さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、まあ、で車のおすすめはかっこいい車なんで、まあ、すごく素晴らしいんですけど、はい、せっかくなんでセブのおすすめも、はい、ちょっとこうお伺いればなと思いますんで、はい、ちょっと場所変えていたお話、はい、伺えればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、まあ、板川さんに引き続きいろいろとお話伺いたいなと思うんですけど、はい、まあ、実はセブって2014年から、はい、TRD さんとコラボをさせていただいておりまして、まあ、こういった形で出させてもらってます。はい、で家高さんとはどれぐらいの付き合いですか。でも私は大体3年ぐらいですかね。もう3年になりますか、ね、はい、私が新入社員で入った時から、ね、新入社員ね、はい、そうですよ。もう今もうねフレッシュさはあるんですけど、はい、もうさらに本当にもう入社したてみたいな感じの時に、本当にそうですね、にお会いしましたよ、ね、右も左もわからないという。そうですよね、はい、でいきなり弊社に来ていただいて、多分ダンベル持っていただいて、はい、どうすればいいのみたいな感じだったのすごく覚えてるんですけど、はい、そうですね、あれからも3年なんで、もう早いですね。いつもお世話になってます。いえ、こちらこそありがとうございます、はい、いろんな商品が全部コラボさせていただいてるんですけど、はい、一番のおすすめってありますか。おすすめというか、まあ、一番なんか人気のあるものは、うん、やはりこのルーパーですね。はい、セブルーパー一応私も付けさせていただいてるんですけど、ありがとうございます。この TRD ロゴが入った、見ますかね、はい、ロゴが入ったかっこいいですよ。あのルーパーが一番人気ですね。かっこいいですよ、はい、これが本当に本当に長年でずっとこのスタイルで売れ続けてるので、お客様にやって需要があるんですよね、はい、すごく大きな、ありがとうございます、はいはい、最近だと、まあ、新商品とかもあると思うんですけど、はい、おすすめのものって何かありますか。そうですね、最近出したやつだとちょうど、はい、2021年の春夏のウェアグッズで出したのが一応この、レザーベルトになります、はい、レザーベルト、はい、でこのレザーベルトなんですけど、はい、一応ねここに刻印がしてあったりとか、 TRD の刻印入ってて、で一応こだわりとかっていうのが一応あって、はいはい、この革をまず選んで、はい、本革で、はい、でステッチがちょっと見づらいんですけど黒と見せかけて濃い青、はい、そうなんですよ、はい、ここ最後家高さんめっちゃこだわられてましたもんね。そうですね、どっちがいいかなっていう、こう、本当に悩みましたけど、はい、あんまりこう派手になりすぎず、はい、ちょっとおしゃれにアクセントとして青が入ってる、ね、ほとんどわからないんですけど、はい、光に当たるとちょっと青くなるんですね、はい、そうですね、だからまあ普段仕事で使っていただけるんだけど、はい、そこのなんか遊び心がまたかっこいいなと、はい、そうですね、はい、であとは後ろに TRD ロゴとセブさんのロゴが入ってて、はい、メイドインジャパン、ジャパン、ありがとうございます、はい、これレザーベルトはここの一番最後の穴のところからですね、ギュッと70センチぐらいのセブが入ってますので、まあぜひですね腰抜きになる方にはこちら使っていただけると非常に
いいかなというふうに思いますので、はい、こちらも非常におすすめですね、はいはい、あとその前に出た商品としてはこういったシューズピアスといって靴の靴紐に通して使うタイプのセブンも、販売させていただいています、うん、こちらに関しては実はセブンのメーカーのにもこの商品販売しているものはないので本当 TRD さんとのコラボだけを展開している商品になります。で2個セットで販売してます。こういった商品は全てですね、ディーラーさんに行っていただいて、はい、TRD さんのカタログを見ていただきますと、はい、全部商品ね、はい、載ってますので、TRD かけるセブっていうページが2ページね、はい、必ずありますんで、それをですね一緒にいつも頑張って作ってるので、そうです。なので、まあ、春と、秋の前は結構バタバタと、はい、バタバタ、はい、連絡取り合わせていただいて、はい、やってもらってます。そんな感じで、まあ、これからもね、いろいろと、いい商品を比較して、はい、ちょっと家高さんのこだわりをですね、また入れていただきながらやっていきたいなと思いますので、はいはい、ぜひまた引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は本当に撮影も含めていろいろとありがとうございます。いいよ、こちらこそ本当にありがとうございます。じゃあ、それでは皆さん、ありがとうございます。